このアフターのおもちゃからこの状態です。もう何の形かわからない、ロープの塊状態です。見てください。この状態になってもマイティはこのように遊ぶのが楽しいようです。でもうこんな状態でこのおもちゃも冥利に尽きると思うので、今日は梅雨入りもしたし、新しいおもちゃをマイティにあげたいと思います。その前にこのロープの物体が以前は何だったのか皆さんに見てもらいましょう。ビフォアはじゃじゃーん、こちらのタイガーさんです。タイガーさんでした。それがアフターはこちら、ロープの塊です。ロープの塊になってしまいました。もう顔も何も何だかわからない状態です。これね、動物だったとは思えないですよね。これね、こんな風、今日の新しいおもちゃはこちら、じゃじゃーん、ロブスターさんです。ロブスターさんです。ロブスターさんです。もうすぐ夏なのでぴったりですね。よっちもマイティもよっちも喜んでおります。それでは今からロブスターさんを二人にプレゼントしたいと思います。シッツシッツマイティシッツシッツ、ムシマイティシッツマイティノーマイティノーマイティノー、sit マイティ no sit 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 stay good に新しいおもちゃをあげるとマイティが取っちゃいます。それでヨッチはこのように、ママちゃん私も遊びたいよ、ママちゃん私も遊びたいお願いっていう風に言ってきます。このようにね、マイティはもうそんなこと知らず勝手に遊びます。お、私ってまだ数秒ですが、もうすでに解体が始まったようです。イエーイ、ゆっちりしい。マイティおいで、警戒して、私の近くには持ってきてくれません。おもちゃを取られると思ってるんだと思うんですけど、その考えは正しいです。そしてなんとかまた私がおもちゃをゲットできました。2人とも新しいおもちゃが大好きです。こういうね、梅雨の時期には新しいおもちゃで遊んであげると
ストレス発散できておすすめです。特にこのロープはこんなになっても使えるのでかなりコスパはいいです。これね、ベジタブル染料でできてるのでアメリカのブランドですし、ちょっとお値段は張るんですけど、ここまでね、ここまで遊べるんで相当助かってます。ただあのロープ糸でできてるのでワンちゃんが食べないように見てて、遊んでる時はいつも見ててあげるのが大事です。いや、でも遊びたいって、よっちゃんも遊びたいって。玉から行くの？玉から行く？怖いね。尻尾ですよ。尻尾から行ったらどうですか？お、二人で遊ぶ？いいじゃんいいじゃん。いいじゃんいいじゃん。こうやってね、持ってないと撮影できないので、あっちこっち行っちゃって。今日はね、守ってるんですけど、こういう風にね、カミカミしてくれるとデンタルケアというかフロスの役割も果たしてくれるので一石二鳥ですね。お、すでにラベルが剥がれてきました。冬になったら早めにね、カットしてね、取ってあげちゃった方がいいです。じゃないとね、食べちゃうので余って、なんでこういう風になったらすぐにカットしてあげましょう。あ、よち、リオチがかじると思うとすぐマイティが参上して奪う、お決まりのパターンです。これね、やっぱりね、私が持ってるとダメなんだって思うみたいで、本当はね、離して遊ばせてあげるのが通常の遊び方なんですけど、今は動画を撮ってるのでね、ママちゃんがこうやって持って撮影してます。ここね、マイティもね、引っ張るね、力が強くなってきて、引っ張りやっこするのが結構ね得意です。リオッチが遊ぶとマイティが漏れなくついてきますね。リオッチ、ママさんがいつまでも持ってると遊べないので、今日の動画はこの辺で。それではみんなに挨拶。それではマイティ、マイティ、 See you next time. Bye. See you next time.